海門町は、鹿児島県薩摩半島の南部にあった町で、イブスキ郡に属する。1951年に、A 町から分立し、海門村として設置され、1955年に、李・長村の一部を編入するとともに、調整施行し海門町となった。2006年1月1日、イブスキ市、山川町と合併して新たに、イブスキ市となり、自治体としては消滅した。 薩摩半島の南端に位置する。町域の南側は、深田久屋の日本百名山に選ばれている標高924メートルの山、海門だけである。また、北側には池田湖がある。海門町には1951年に栄町から分割された時点で、大技仙田及び大技十丁の二大技から構成されており、1955年に、 長村の一部を編入しその区域から大座、上野を設置し、1956年には大座、仙田の一部から大座川尻が設置された。新設合併前の2005年時点では仙田、十町、上野、川尻の四、大座から構成されていた。これらの大座は、現在の伊ブスキ門カ仙田、海門十町、海門上野、海門川尻にあたる。 以下の町長の一覧は、1994年発刊の海門町郷土市改定版の記載の通りである。海門中学校最寄り空港は、鹿児島空港。中心駅は、海門駅。有料道路の最寄りインターチェンジは、イブスキスカイライン、A インターチェンジ、ギキ神社。ありがとうございます。